皆さん、こんばんは。星の写真家タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。今日、田中先生とですね、これからちょっと山を登って、撮影をするっていう、まあ、そんなところをお届けしたいなと思います。今、日和田山ってとこに来てるんですけど、そこの山頂から何撮るんですか？今日はね、スカイツリーとね、そこにちょっと、お邪魔するような三日月。三日月。月とスカイツリーを狙うということで。今日だからね、もう田中先生の撮影にお邪魔する感じですね。登山して、上で撮ると。3時ぐらいですかね。月が昇ってから。はい。はい。じゃあ行ってみたいと思います。はい、駐車料金。あ、駐車料金ね。え、いくらですか？300円。あ、300円。うん、あ、私の分も。分入れます。すいません、私の分も、はい。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。じゃあ行ってきます。レベルさん最初に登った人なんですか？そう。あ、それすごい人じゃないですか。うん、え、この辺の出身の人なんですか、その人？川越で。確か。川越出身なんだ。うん、で、この山にね、1週間で3回とか4回とか。来てたっていう話は聞いてた。あ、そうなんだ。よいっす。あ、ここからスカイツリー見えるんですか？あれそうだよね。うん。あれ頭ほら点滅してるじゃん。あ、本当本当見えますね。見えますね。でもこの上からの景色はこの辺ではこれ以上の場所はないね。いい感じですか。うん。もう素晴らしいと思ったよ。なんか鳥居があるんですよね、山頂にね。うん、二つ。二つ鳥居があるんだ。第一鳥居。それがクリアしたら今度第二鳥居。へぇ。それをクリアして、山頂。ああ。先生もよく登りますね、このところ。あ、ここから写真が撮れるね。夜、男坂行かない方がいい。男坂はめっちゃ辛いですか？辛い。あ、そうなんだ。うん、男坂ってぐらいですよね。距離はこっち、向こうの方が早いの。ここ撮影ポイントなんですか？ここ行きます。あ、この上ね、うん、あ、めっちゃ急じゃないですか。全然カメラ映んないけど、うん、めちゃめちゃ急じゃないですか。あ、これ手すりなんて登れないじゃないですか、これ。とりあえず撮りますよ。お、すごいすごい。まあ、なかなかの急坂ですね。あ、先生今おいくつでしたっけ？60。もうすぐ2月で61。61ですか？元気だな。元気だな。いや、すごいな。でもこれ自分もキックボクシングやったりとかちょっと走ったりしてるからまだいいですけど、何もやってなかったらきついな。これきついでしょ？きついっすね。きついっすね。よいしょ。あ、鳥居だ。あ、本当だ。すげえいい景色。なんてだ。あ、一望ですね、もうね。スカイツリーよく見えてるでしょ。こっからでも、こっからでも今日はほとんど位置的には変わらないの。あ、そうなんですね。うん、だけど、より景色がね、いいんだよね。あとやっぱ100メートル近く上がると。ああ、そっか。うん。あ、オリオン座が。
スカイツリーどこだ。あ、そこか、スカイツリーは。あ、ちょろっと見えない、スカイツリー。スカイツリー。ちょろっと見えます、ね。ちょろっと映りますね。おじゃ行きましょうか。休みましたね。忘れ物ねえような。OK です。じゃあ、よし。最後。失礼します。山頂までが。でも、ここで休んだからね、正解だと思う。あ、そうですか。うん、休まないでいくとね、こんな死んだすのって、思うぐらいこっから死んでる。あ、なんかこの岩の一歩一歩が幅広いのが嫌だな。高崎山、日和田山、山頂。あ、山頂。山頂もうちょっとでしょ、これ。こっからがきついの。あ、ここからきつい。これね、昼間は見ないのよ。ここ、あ、なんかでも確かに険しそう。険しそうです。ああ、すごい険しそう。ここはね、もう一番疲れんの。あ、どうよこれ、山頂。うん、おお、すごくね。あ、こんなとこにこんな、すごくないこれ。これどうやって持ってきたんだろう、これ。この、あー、夜景ね。まるっきりレベル。まるっきり。あ、ほんとスカイツリーやった。スカイツリーが近いでしょ。はいはいはい。さっき遠かったでしょ。ここ不思議と近く見える。ほんとだ。いや、すーごい街灯またたいてる。なんだこれ、すごいな。すごい。いや、みんな起きてるんだよ、やっぱり。みんな。晦日の夜だから。そうですね。みんな夜更かして暖房ガンガン焚いてるんですよ。寒いから。はい、着きました。お疲れ様です。で、ここは、テーブルになるの。じゃあ。三脚立てましょうか。よいしょ。が出るのを待ってる感じですね。先生めっちゃテンション高いです。うん、今日いいね。今日いいっすか。いけちゃうね。今日いけちゃいますか。いけちゃいますか。今日はどうする。で、今出るかな。真ん中にあるのがこうスカイツリーって感じで、あ、スカイツリーの横からこう月が、細い月が昇ってくるらしく、今のところね、雲もかかってないんで、いい、うん、なんか行けそうな感じしますよね。うん、だいぶ冷えてきました。おどパナーの、あ、 S5 ですね。 S5 に S5、 はい、シグマのシグマの150-600 の150-600の、あの L マウント仕様ですね。なんていうんだっけ、ミラーですよってやつね。うんうん、 DGDN の方だ。うん、あはは、すごいすごいすごい。めっちゃ綺麗な光芒出てますね、これね。ピカーンつって、ちょっと下げると、こんな感じで、ね、今、おお、うん、これで月入るの狙ってるんですよ、先生は。そう。そんな感じかな。これで、これが下がね。ああ、いいですね。こういう感じ、いいですね。このちょうど真下から出てくるね。真下から出てくる。ああ、なるほど。あと、40分、あと4分ですね。38分。あー、もう切っちゃおうかな。もう行きます。はい。おーいって、あ、やべ、ドライブモード連射してなかった。ほら、寒い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 。そろそろ出る頃ですよね、もうほんとね。
あ、来たんじゃない先生、これなんか、なんかいるよ、なんか出てきたよ。なんか赤いのいない？違いますかね。いる。いる？変なのがいる。いるでしょう。あ、いるいるいる。うわ、すげえ。ちょっと左側に来てくれた。よかった。もっと右に来るかと思った。すげえな。なんだよこれ。あ、すげえな。あ、いた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 、いましたね。すごい。出てきた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 。すごい。こんなの見たことないよ、スカイツリーと。そう思わない？すごいですね。うわ、すごい。トリミングしてやるぜ、後で。これ先生の構図完璧じゃないですか、うん、ちょっと右に振ってましたよね。振ってる。先生の構図完璧じゃないですか、これ、うん、もう完璧、脳取り脳取り、脳取り、脳取り。ほら、見えるでしょ。あ、本当だ、本当だ、あやべえ、先生のやつ。うわ地球症がさ、いいですね。うわ地球症が惜しいな。でもなんか輪郭が出てんの。うんうんうん。こっちはね、ちょっと連射中なんで、あんまりよく見えないかもしれないですけど、見えるかな。スカイツリー右側に月が出てきて、うわ、つうかこの低さでこの細さでよく映ったな。先生持ってんな、やっぱすげえな。うわ